はい、どうもサックでーす。タカシーです。今日はですね、20歳の時に知っておきたかったことという本のご紹介をしようと思います。はい、こちらの本ですね。はい、スタンフォード大学集中講義ということでね。スタンフォード大学で集中講義があったんですね。そういうことです。はい、その時の話がこれ。これ。まあまあまあ本にしたということですね。で書いてらっしゃるのは松丸亮吾さん。違います。違いますか。書いてるのはティナ・シーリグさんです。あ、ティナ・シーリグ。松丸亮吾さんは推薦しております。あ、そうなんですね。はい、ということでね、この本のご紹介します。はい、まずどんな本かっていうところなんですけども、こちらの本はみんなのやる気に火をつけるための本です。いや欲しいな。火欲しい。火欲しいでしょ。火が欲しい。やる気に火が欲しい。この本がですね、どのようにしてできたかっていう話をまずさせていただこうと思うんですけども、はい、この本はですね、この著者が20歳になる息子のために社会に出た時に知っておいた方がいいことをまとめたものなんですよね。僕ら20歳の時に読みたかった。そういうことですよね。まあまあ今読みましょう。はい、今20歳だと思って。そういうことです。もう今が一番若い日ですよ。今日が一番若い日です。そういうことです。はい、でその、著者がまとめておいたものを本にしたものが結果的に30万部のベストセラーとなっているというわけなんですよね。はい、で本書の内容はですね、はい、常識を疑うことだったりチャレンジすることだったりリスクを恐れないことなどについてあらゆる事例を用いてその重要性を説明しております。はい、そういう話なんですね。この本は常識疑ったりしかも事例を用いてっていうのがいいですね。そうなんですよね。もうあらゆる事例がね載ってるんですよね。具体的ですからね。はい、そうなんですよ。でそれら全てに共通する著者が言いたいことはよりよく生きたいと考えた時、はい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 、行動することに勝るものはないと。しびれるしびれるめっちゃ溜めましたね今。何事かと思いますよね。まあそういうことですよね。行動するに勝ることはないと。いや僕らのチャンネルでも、はい、もうもうねたびたびねメインテーマじゃないですかこれ。行動するそうなんですよ、はい、毎回言ってます。はい、まあほんまに僕らのチャンネルで何回も言ってる通り、はい、こう聞くとですねもうそんなんもはや常識やんというレベルですよね。はいはいはい、もう目新しい考えではないですやんと、はいはい、思った方もいらっしゃるかと思うんですけども、はい、しかしですよ、しかしそう思っていてもなんなら僕もそう思ってたんですけど、はい、思ってても本書を読めばもう行動するしかないですやんとえちっちゃい絵4つついてますよ。しかねーびっくりマーク3つついてますやんって、ね、そうなるんですよっていうぐらいやる気に満ち溢れることになっちゃったんですよね。なるほど、これはすごいと、はい、こう読んでて、はい、やっべえなってなったわけですよ。はい、まあ、そんな感じですね。この本書は、まあ、現代社会をですねよりよく生きるためのヒントが詰まった本でございます。はい、まあ、何かに悩んだりとかうまくいかないなって思っている方は、まあ、ぜひ読んでいただきたい一冊ですね。はい、そんな一冊を今回この3つのトピックに分けて、まあ、分かりやすく解説させていただこうと思いますのでぜひ最後までご覧ください。はい、ということで内容いきましょう。じゃあ3つの、ね、トピック1個目からいこうかなと思います。これはですねピンチはチャンスという考え方ですね。なるほど。はい、これも非常にね大事な考え方です。大事な考え方ですね。著者のですね、まあ、個人的な出来事として、はい、ですねまあ、大事な公演がある朝にこのタンスの角にね指をまあぶつけちゃってあるあるっすね、はい、悶絶したらしいんですよ。でもう大事な公演がある朝ですよ、うん、もうあまりの痛みにもうイライラが募って、うん、もう言ってなんだよみたいになって、うん、もう完成させるはずだった公演の内容にも手をつけられずにいたんですよ。うん、朝に完成させようと思ってたのにもう痛すぎてそれどころじゃないと。そうするとですね夫がパッと来て、うん、ピンチはチャンスだよねって言ってきたわけですよ。うん、これはいつも著者が言ってるセリフらしいんですよね。この著者の方は女性なんですけど、うん、この夫がねピンチはチャンスだよと君がいつも言ってるじゃないかって言ってきたんですよ。でそこで著者はよっしゃいいだろうとこのピンチチャンスにしてやろうということでこのぶつけたエピソードを講演の取っかかりで喋ることにしたんですよね。うん、まあ、それがどんな内容かっていうと、うん、私は朝指をぶつけたおかげでハイヒールではなく快適なスニーカーを履く機会を得た得ましたね得ましたね快適なスニーカーを、ね、履く機会を得た。さらにこのタンスにね角に、指をぶつけたおかげでこうしたこう問題をバネにした企業について考える機会を得たと。問題をバネにして成長している企業について考える機会を得たと。このぶつけたことからこのように問題をバネにした成長、ま、問題をバネにして成長した企業たくさんあってみたいな感じでこう話し始めたわけですよね。こんな感じでこの朝の最悪な出来事をその日の講演に生かしたわけなんですよ。でそれでもうつかみはバッチリ、もう聞いてる人たちの心がぐっとわしづかみみたいなね感じで、このよく講演でも言われるんです、この講演の一番最初ってちょっとこういうね、はい、砕いたものとか、はい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 、砕けたね、そうそうそう、話をでこういうしかも事例を出して言うとよりああ分かる分かるから入っていくから、そうそうそう、より
聞きやすかったんじゃないかなって。そうなんです。確かにピンチをチャンスに変えてる事例かな。そうなんですね、うん、これがね著者の個人的な出来事としてあったと、うん、まあ、このようにですねあらゆるピンチはチャンスとなり得るわけですよ、はい、まあ、他にもですねあのスケジュール管理に革命を起こしたバームパイロットっていう携帯端末があるらしいんですけど、はい、あるらしいんですけどね、そういう携帯端末が。このバームパイロットももう最初から成功したわけじゃないんですよ、はい、このスケジュール管理に革命を起こしたって言われてるんですけど、初めに出したスケジュール管理の製品は、まあ、大失敗に終わってるわけなんですよね。でもその大失敗したそこでへこたれずに購入した顧客に、まあ、どういった機能が欲しかったかとか、うん、どうすればもっと買いたいと思うかみたいなのをもう聞きまくったらしいんですよ、うん、そうすることでこの新たな製品を生み出すことができて最終的に成功へと導いたという話があるわけなんですよね、まあ、このようにやっぱり常にチャレンジし続けるっていうことが、まあ、成功の秘訣となるわけですよね、はいはい、まあ、もちろんそうなんですよね。で著者の好きなことわざにですね、このことわざすごいしびれるんですけど、このことわざに最後は万事うまくいく、うまくいってないなら最後ではないっていうこれはだいぶうるさいですねだいぶうるさい、近所迷惑になりますけどこういうことわざがあるんですよ、はい、しびれますよね。これうまくいってないんだとしたら、はい、まだそれは最後じゃないんですよ。そうですね、最後は万事うまくいきます。皆さんこれね、もう脳内に刻み込んでください。うまくいってないなら最後じゃないんですよ、まだ途中なんですよ。チャレンジしていく中で細かい失敗って腐るほどあると思うんですよね、はい、しかしそれはまだ自分の物語の途中の話です、はい、大事なのはそこからいかにして立ち直るか。日常に転がるあらゆる問題やピンチは全てチャンスです。チャンスであってチャンスであり、生かすも殺すも自分次第という考えが必要なんですよね。そうですね、はい、そうなんですよね、はい、まずはあらゆる問題は解決できるっていうふうに信じて、これはチャンスだというふうに考え方をちょっと変えてみましょう。皆さんまずそこから始めましょう。そしてチャンスを生かそうとして、たとえ失敗してもそこで終わらずにですね、いかにしてその失敗を次に生かすかっていうのが大事なんですよね、はいはい、失敗は成功する物語の途中経過だと考えるわけですよ。この物語は最終的には成功する、でも今はまだ途中だから失敗している、うん、そういうふうに考えて次に生かしましょう。これがね、あ、もう拍手、これ拍手ですね、はい、これピンチはチャンスという考え方、往々にして皆さん失敗、まあ、僕もそうですけど、はい、失敗を恐れる。そうですね、そして失敗したら恥ずかしい。そう、失敗はこう、ね、ダメなものだ、ダメなものだ、違う今日暑いな、違うんだ今日高橋さん暑いな、失敗は成功のもとって言ってるじゃないですか。そういうことですね皆さんそういうことですよ、はい、これがピンチはチャンスという、ね、考え方ですね、はい、じゃあトピック2つ目、運は自分で引き寄せる、はい、こちらの話しようと思います、はい、筆者の息子が大学で初めての期末試験、こちらを迎えるときにですね、著者は息子に幸運を祈るわと、まあ、グッドラックですよね、グッドラック言ったわけですよ。すると息子はまた衝撃的な一言を言うんですけども、はい、幸運なんてないよ、すべては努力次第さ、子供大超クールこの子供超クールって言ったんですよね、はい、まあ、それを、ね、聞いて著者はハッとしたわけですよ。こう著者もですね、この成功した人たちを、ね、長年こう見てきたんですけど、まあ、成功した人たちを長年見てきた著者が言うにはですね、幸運っていうのはこの小さな選択とか些細な行動の積み重ねで毎日ちょっとずつ向上していった結果、長期的に成功する確率が上がったことを言うんだということを言ってるんですよ。まあ、ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、実力ってことですね。そういうことです、日々の積み重ねてるもの、そう、それが幸運として現れると。あ、すいません全ては人徳です。そういうことです。成功者は往々にしてチャンスが訪れた一部分だけ取り上げられがちなんですよね。例えば、まあ、ある投資銀行の内情を赤裸々に書いたベストセラーを生み出した作家がいらっしゃるらしいんですよ、はいはい、でこのベストセラーを書くまでの経緯なんですけども、どうやってこのベストセラーを書くに至ったかと言いますと、この作家はですね、ある日ディナーで偶然隣り合わせたのがその投資銀行の大幹部の夫人、はい、まあ、あの奥さんやったんですよね。でその夫人が夫に無理を言ってこの作家を投資銀行の社員にしてくれたらしいんですよ、はい、で結果その投資銀行の内情をよく知れることになって、そのことを書いた本がベストセラーになったという流れなんですよね。まあ、このことについてこの作家は、いやいや、たまたまあの夫人の隣に席に座れた運が良かっただけなんだよっていうふうに言うんですけど、たまたまベストセラーかけたんだよって言うんですけども、その日
たまたま夫人の隣に座った数人の中でただ一人社員に推薦してもらえたのは、これ絶対偶然じゃないですよね。その偶然を存分に生かした結果と言えるわけですよ。普通に僕らがその夫人の隣に座ってもその夫人と仲良くなることすらできなかったかもしれないんですよ。もちろん、もちろん。この方はそのチャンスを生かしてその夫人と仲良くなって、うんうん、夫に推薦してもらえるまで自分を売り込んで、うんうん、でその銀行に入り込んだわけですよね。これは決して偶然ではありません。そのチャンスを生かした結果です。このようにですね、運を幸運に変えるには毎日を注意深く生きる必要があるとしみるないうふうに言ってるんですよね。毎日を注意深く生きてるか、俺は生きてますか。一応今日から例えばですよ、まあ、忙しくてストレスが溜まってるっていう人に、いや気の毒にっていう人と、僕に何かできることあるかなっていう人では、後者の人により恩義を感じますよね。ありがとう、ああいうことやってくれない、あれやってくれないってなるんで、今後関係絶対良くなりますよね。その忙しすぎてストレスが溜まってるっていう人と、そうすると関係が良くなると、その人が今後思いがけないところで助けてくれたりするわけですよ。そういう感じで幸運がね巡ってくるんですよね、誰かを助けることで。もう幸運すらも自分次第だと。くわーくわー叫んでるもん。幸運すらも自分次第。そういうことなんですよ。パワーワードですね。僕今年1かもしれない。幸運すらも自分次第。全部自分次第。そういうことですよ。幸運すらも全て自分次第。運すらも自分次第。日々の積み重ねなんですよね。もう一瞬、生活の一瞬一瞬がこの運を磨く機会だと思って考えて行動しましょう、皆さん。いやもうね、今日はね、はい、僕グーパンチで、はい、もうひたすらここ顎の一番脳を揺れるところをカンカンにもうもうグラングランに揺らされてる。つらさ、つらだぞ気絶しちゃうから。違う、この辺のこの顎のこの出っ張ってる一番痛いところ、こめかめらへん、ジンジン響くところ、ジンジン響くところをもうバチコンバチコン殴られて、はい、え、分かってる？そうそう、もう言葉のパンチめっちゃ食らってるわ。そうですね、これもね、ぜひ皆さんもね、うん、これも心に留めておいてください、はい、これがね、2つ目、運は自分で引き寄せるところですね、はい、じゃあトピック3つ目、やるかやらないか、こちらですね。今日僕に大好物の話が出てこないもうすごい好きな話ですね、この辺ね、はいはい、もうすごい面白かったですね、この本。私たちはですね、よく何々をしようとしているって言いますよね。あ、もうすぐご飯食べようとしてるとかね、言いますね、もうすぐ勉強しようと思うとかね、うん、もうちょっと今コロナですけど、うん、まあ、コロナ明けたらどっか行こうと思ってるとかね、うん、言いますよね、うん、口にしますよね。減量、まあ、それこそダイエットもね、うん、ダイエットしようと思うんだ、明日からしようと思ってるよとか、そうです、で筋トレしようと思ってるんだとか、うん、したいなと思ってるんだよね、あとね、職探し、今の仕事嫌でさ、次の仕事探そうと思うんだよね、うん、言いますよね。しかし言いますけど、実際のところはしているのかしていないのかのどちらでしかないんですよ、はいはい、つまりしようとしているっていうのはもう言い訳に過ぎねえぞとああ、もう言うわけですよね。もうこれ食らいますね、めっちゃ。もうしようとしているって言葉はいらない、いらないですよ。もうやってるかやってないかだけでいいんですよそういうことです。何かことを起こすときですね、最低でも 100% の力を出さなければならないわけですよ。最低でもですよ、120%、130% 出していいんですけど、うん、何かやるときは最低でも 100% です。で、100% の力を出す気がないなら、この目標が達成できなかったとき、攻めるべきは自分でしかありません。すべては自分です。あのね、スター・ウォーズありますよね。うん、スター・ウォーズのヨーダ。ヨーダってあのちっちゃい。でやつですかね。老人さんかな、はい、うん。スター・ウォーズのヨーダも言っています。やるかやらないか、試しはない。ああ。しびれるな、ほんまに。しびれること言ってるわけですよ。人はね、このするべき努力をしなかった事実っていうのを作ろうために言い訳するわけですよ、うん、本来やらなければならないことをやらなかった時、それをね、作ろうために言い訳をします。時間に遅れた時とか、宿題を提出できなかった時とか、うん、まあ、恋人に会えなかった時とかね、ごめんねって言いますよね。で、その時に言い訳としてね、仕事が忙しかったんだよとか、ちょっと病気になってさとか、うん、まあ、社会的に許されそうな言い訳っていうのはできるわけですよね、うん、まあ、許されますよね、こういう言い訳、ごめんね病気になってとか言いますけど、本気でそうする気があるなら、実現する方法をひねり出してでもそうするはずなんですよ。うん、そうしなかったってことはもう言い訳でしかないんですよね、いくら社会的に許されても。まあ、それでもですね、やっぱり生きてればこう他人に言い訳してしまうことってやっぱありますよね、どうしても絶対あると思うんですよ、皆さんあると思うんですけども、それでも絶対にやってはいけないのが自分に言い訳することです。それだけはやめてください。自分に言い訳か。いや、病気だったから仕方ない、うん、仕事が忙しかったじゃん、うん、自分に言い訳する、それはダメです、
やっぱりね、社会的な生き物なんで他人に言い訳して人間関係を円滑にするっていうのは、うんうん、まあもうやっても仕方がないと思うんですけど、自分にだけは言い訳してはいけません。本気で何かしたいなら全ては自分にかかっているっていうことをね、やっぱ受け止めなければなりません。なるほど、これを皆さん肝に銘じてください。ってことは、はい、自分に言い訳をしてしまうぐらいの出来事であれば、はい、本気でしたいことじゃないのかもしれない。そうかもしれないですね。ってことですね。裏を返せば、逆に言えばね、裏を返せばね、本気でやりたいなら自分に言い訳するんだと、うん、いうことです。人生ね、リハーサルはありません。はい、なんでね、常に自分のベストを尽くしましょう。もう今日ね、ほんとこれも僕の今日この回、はい、やばい、やばいでしょ、食らいまくってる、食らいまくってる今日。もうだからもう30回ぐらい見てください、この動画。この動画はちょっと自分のもういろんなデバイスから見ますわ。回数、再生回数増やそうっすね。ベスト尽くしてるな。ということで、これがね、やるかやらないかってことですね。はい、これがね、本書の内容になるわけですけども、はい、だいぶ強烈だったので、最後ね、まとめさせていただこうと思います。はい、ということですね、やる気に火をつけるための本を今回要約させていただきました。はい、まとめるとですね、失敗を恐れず、すべての出来事は自分が原因だと思いながら、とにかく行動あるのみですよという話でしたね。本書はですね、なんだかんだうまくいかないとか、悩んでいるみたいな人のね、ヒントになることが多く書かれている本でして、まあ、今回はその考え方の中からこの3つに絞って解説させていただきました。一つはこのピンチはチャンスっていう考え方ですね。はい、まあ、あらゆるピンチはチャンスになりうるっていう考え方です。起きた出来事を生かすも殺すも自分次第です。また失敗は成功に至るための途中経過でありまして、まあ、失敗したらどう立ち直るのかっていうのが非常に大切ですよっていう教えてくれるところ、考え方ですね。はい、全てはチャンスです。もう全ての出来事はチャンスですっていうことですね。で、2つ目の考え方は、運は自分で引き寄せるっていうところですね。やっぱ運をね、幸運に変えるっていうのは日々の努力次第ですよという考え方ですよ。日常の一瞬一瞬の行動とか判断の連続っていうのがこの今を生み出しているわけですね。今ある幸運っていうのは過去の自分の行動の結果である可能性が非常に高いわけです。だからこそこの幸運を得るためにね、日々運を磨く機会だと思って行動しましょうということを著者は言っております。運は自分で引き寄せましょうということで、ね、3つ目はね、やるかやらないかっていう考え方ですね。まあ、よくね、何々しようとしているっていう言葉を聞きますが、まあ、それは言い訳でしかありませんよと。まあ、全てはもうやるかやらないかでしかありません。本気で何かしたいんだったら全て自分次第だと思いましょう。してはいけないことは自分に言い訳することです。それだけはやめてください。常にベストを尽くしましょうということでね、この3つ皆さんもね、心にしっかり留めておいてもらって、明日からね、もうベストを尽くしてね、やっていただければなと思います。ということで、本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ちょっとおまけトークをこの辺で一回これで行ってみる。で、もうこう本当におまけ、なんだろう、本当におまけ、なんかもう考えずに喋ってみようか一旦。結構食らってましたね。いや、食らったね。で、今日ちょっと今この動画の中でテンションがすごい上がったっていうのと、はい、こうなんかこうモチベーションもこうグッときたのが、やっぱりこれは自分の好きな分野だったからかなっていうのもあるとは思うんだけど。ああ、まあこういう分野が好きだと。確かに好きっすよね。言葉選びとか大事かもしれないな。言葉選び、そういう意味では。ああ、こういう自分を奮い立たせるためってことですか。そうどうなんだろうな。今日でもこの動画の中ではすごいこう今回グッと上がってるもんがあって、それってもうコントロールできないよ、正味。あ、自分の感情は、いや、一定にしたいと思うぜ。はいはいはい、一定のコントロール、そう、一定のパフォーマンスで出したいし、そうすべきなのは分かってんだけど、はい、今回はめっちゃバチコーンって上がって、その前は上げてるけどちょっと下がり始めてるというか。はいはいはい、別にあの全くやる気がないってわけじゃないで、はいはいはい、やる気がないってわけじゃないんだけど、このテンションではないじゃん、いつも、ね、常にこのテンションではないです、ね、そう常にこのテンションでうわーってできたらもっといいんだろうけど、でもこれが果たしていいのかどうかっていうのと、無理してこれを作っていいものが生まれるのかって言われたら、まあそれは分かんないですよね。ちょっと話が別になってくるから、まあ、ちょっとこれもある意味実験よね。まあ今回はまあ別に何も考えずともテンションが上がってしまった。そう今回はまあどっちか、まあ、正直ちょっとこうさらにこう助長した部分はあるけど、まあそういうもんですよ、うん、そういうもんですよ。ちょっと助長はしたけど、はいはいはい、それでもテンション上がった、うんうん、面白かった、すごい言い回しとかね、なんていうか、そう言い回し、まあ、言葉
なんやなんかもう。なんなら普段ピンチはチャンスでブログで書いたことあるし。自分の。そうそう。でやるかやらないかなんてあのジョジョのプロシュート兄貴のところの。いやもうほんまです。完全に。プロシュート兄貴ね。うん、いやもうやっているしか言うなみたいな。そうそうそう。やろうと思ったとかってね、そんなんもう仲良しクラブの言うことだ。俺ら本物のマヒオは。やりましたしか通用しねえ。やろうと思ってるじゃねえんだ。そうそうやりましたしか。ぶっ殺してやるなんてね、仲良しクラブの言ってるような。ぶっ殺したなら言っていいっつって。かっこよすぎると。プロシュート兄貴だよ。プロシュート兄貴なんよ。そういうことね、言ってることは。うん、そういうことですよね。でそのピンチはチャンス、もう全ての出来事は自分のチャンスだと思うっていうのは結構ねすごいパラダイムシフトですよね。いやもうすごいと思う。でも全ての出来事はチャンスだと、なんか一見したらうわやってもうたとかやっちまった、はい、うわなんで俺こんな風になったんだろう、なんでこんな目にあったんだろうとか、はいはい、いろんなことあるじゃないですか、はいはい、でもそれを捉え方次第によっては学びの機会、そういうことです。そっからグワーンって上げられるチャンスになるかもしれない。そういう捉え方をできるかどうかってことですよね、うん、っていうのができたら全てが成長の機会になる。そう、そういうことでしょ。そういうことです。逆に欲しくなっちゃう。あ、これミスっちゃった、やったの成長みたいな。よっしゃ成長する。まああの叱ってる人からしたらね、あの、ほんとこいつってなりますけどね。しゃーみたいな。怒られてんのよっしゃーっつって。そんくらいの気概が必要ってことですね。ピンチをチャンスに変えるには。で、なんなら、はい、気概、もう気持ちはそれでいいんだけど、はい、もう最終的にはそういう体質になる。あ、もうオートマチックになっちゃう。そうそうそう。よし、あーやったけど、でもこっから学べるわよっしゃみたいな感じでオートマチックになるってとこまで持ってったら、まあ完璧ですよね。もうそうならざるを得ないから、もうね、うん、そっちの方向にしか進まなくなるから勝手にそっちに行っちゃ う, って、ね、うってことある意味洗脳なのかな、そういう方向にマインドシフトする。まあそうですね。そうそうそう、こういうのってほんまにね、なんていうんですか、ほんま洗脳に近いですよね。物、うん、の捉え方とかパラダイムシフトですよね。それこそ本当に物の見方じゃん、そういうね。洗脳していきましょうねっていう。だ自分を意識的にいい方向に洗脳していくっていうことが人生を変える第一の習慣になっていくのかなって気はした。第一の習慣、まあそのごめんなさい、7つの習慣から言うと第一の習慣は主体的に生きるだからちょっと違うんだけど。あ、今のは違いますけど、こうそう7つの習慣の話じゃないよ。自分の中の第一自分の中の習慣の中で一個大事なのはパラダイムシフトというかね、物の見方を、自分がどんな風に物を見てるのかって気づかないからね。僕もそうですけど、ね、よく言いますもんね、メガネね、メガネかけてることに気づけよって。そうそう、色メガネ、メガネ汚れてないかな曇ってないかな、何色のメガネなんだろう。チェックしろよっていう、っていうとこやな。